人権は人権と人権のぶつかり合いだから、マイナンバーカードを作って、まあ、その無償化のサービスを受けることと、マイナンバーカードを、まあ、作らないという心情と、どちらもギリギリまでその利益を譲歩し合わなきゃいけないんだけど、いとも簡単に行政側がしたい方向に人権を無視して進めてしまう。 GoTo トラベルについては私はやっぱり今でも賛成できないなと。まあね、制度があるからには使わなきゃ損みたいな感じで、まあそれふるさと納税も一緒なんですけど、ふるさと納税も所得が高ければ高いほど利益を得られる制度になっています。もちろんですから、所得が高い人にはふるさと納税やった方がいいですよってものすごい勧めるんですけど、やり方とかこうでこうでこうでみたいな、あれも本来はあるべき制度ではない、まあ、所得控除って基本的に累進課税なので、所得の高い人の方が税金が安くなるシステムになっちゃってるので、所得控除自体どうなんだろうかということは、まあ、すごく思っているんですけど、まあ、その話はまた今度。ふるさと納税のについてはさらに、住民税の方の、上限額が所得が高ければ高いほど大きくなっていくので、もう、所得の高い方がもうどん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 お得になる仕組みになってますよね。